日本サッカー協会会長の田島幸三です。私たちサッカー協会はサッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献すると理念で謳っています。このことを実現するためには、多くの人たちがサッカーを楽しみ、そして長く続けていただくことが大切だと思っています。そしてリスペクトプロジェクト、大切に思うことと我々は称し、長きにわたり活動を行ってきました。相手チームの選手を大切にする、ボールや道具を大切にする、レフリーを、指導者を、仲間を、この活動をやってきました。この原点は暴力や暴言をなくすということです。暴力や暴言があっては楽しくて自由でサッカーの本質的なものを楽しエンジョイすることはできません。それがなければクリエイティブで素晴らしい選手を育てることができません。そのことを指導者と一緒に僕らはやっていきたいと思います。指導者養成ではもちろん暴力暴言の根絶は謳っています。でも本当に指導者が変わらなければいけない、自分自身が勝ちたいということではなく、子どもたちをうまくしてあげたい、チームを上達させたい、みんなが楽しくサッカーできるようにしたい、こういう気持ちで指導をしていただきたいというふうに思います。特に低年齢においてはその楽しさ、そういうものがなければサッカーを続けることがなくなってしまうと思います。多くの子どもたちがサッカーをエンジョイし、自分で考えクリエイティブなプレーをし、長きにわたってサッカーを続けてもらう、そういう環境を私たちは作っていきたいと思います。